空にある何かを見つめてたら、それは失って君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでいく。間違いない怪物かにあって何十年何百年も昔の光が星自身を忘れた頃に僕らに届いてる。僕ら見つけ合って頼り合って同じ空輝くだって二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋ぐ魔法。僕ら肩並べて取り合って進んでく。辛い時だって泣かないって誓っただろう。遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう。祈りが不安になるたびに強がるんだ。大丈夫、僕が横にいるよ。見えない線を繋ごう。僕ら見つけ合ってたぎり合って同じ空輝くのだって二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋ぐ魔法。僕ら肩並べて取り合って進んでく。辛い時だって誓っただろう。遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう。祈りがベテルギウス。いやー、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これはですね、コードは簡単なんですけど、今聞いていただいて分かったようにやっぱ歌ですよね。歌がですね、もうユーリさんならではのリズミカルなその言葉のビート感もすごく効いているところで、曲はゆったりしてるんですけど、言葉のリズム、歌のリズムがすごくシャキシャキしてるんで、そういうところがユーリさんならではの魅力だと思うんですけど、この曲ももう本当にね、歌のねタイミングとメロディーラインとタイミングとリズム感、いやこれはよっぽどこう聞き込んでですね、自分のものにしていきましょう、ゆっくりね。今も聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンをウクレレ練習用にさせていただいております。主に2番のパートを、ショートカットさせていただいております。私全部やりたいなという方、ちょっとね、練習して慣れてきたら、1番とコード進行必要ですので、コードを書き出して2番の歌詞を書き加えて、オリジナルの楽譜を作成するというのもありだと思います。それちょっと慣れてきたらやってください。ひとまずは今のシンプル簡単バージョンに合わせて練習していきましょう。歌詞とコードが出てますので、画面に合わせて練習していただいて、1個目のゴール設定としては、ガズのシンプル簡単バージョンと一緒に合わせてできるようになったら、もう素晴らしいと思います。この曲やっぱ何回も言うけど、歌のね、タイミングとか結
結構ね、難しいんでね、ゆっくりチャレンジしてみてください。そしてガズのシンプル簡単バージョンの動画と合わせられるようになった方おめでとうございます。どんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、でも最初から歌詞とコードを全部覚えるっていうのはなかなか難しいでしょうから、楽譜的なものを見て、それを見ながらね、だんだん自分の中に落とし込んでいって、本当に夜空の星に向かってこう覚えちゃって、ね、いずれ演奏できるとかいうなると素敵だなと思うんですけど、楽譜練習がいいと思うんですよね。でも楽譜ってどこにあるんですかっていう話になると思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズはこの手書きでね、今ノート書いてるんですよ。ちょっと今お見せしようと思うんですけど、はい、こんな感じですね。ベテルギウスって書いてある。こういう風にこれを見ながら今演奏してきました。これね、もうちょっとしたらこんな風にでっかく写して、みんなもこんな風に書いたらいいじゃんっていう風にシェアしようと思うんですけど、今めっちゃいい便利なサービス始まってます。これ、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のベテルギウス、ユーリさんのベテルギウスを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきて、もう膨大なノート楽譜のストックのデータがあるんです。その中からね、皆さんこの曲いいな、これ面白そうと思った曲、毎月5曲、お手元にダウンロードしていただいて、あ、もちろんこの楽譜全部 YouTube に完全連動ですからね、すぐにね練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。ベテルギウス、ユーリさんです。この曲はいきなり歌から始まるんですけど、このね、言葉のタイミングも今日何回もこの話をしてますけど、聞き込んでください。言葉のタイミング。このガズのノートの特徴は、この上に点があるでしょ。このちっちゃい点でリズムを測ってるっていうのが結構ポイントになると思います。はい。これ今こうやって写しとくんで、一時停止でメモっていただくか、あとはね、さっき紹介してもらったガズクラブで、このノートのデータをダウンロードしていただくの、結構便利かなと思います。ご活用ぜひしてください。はい。ここ、いろいろ書いて伸ばすとかね、いろいろこう書いてあるんですけど、ここもラスト C とか、これどういう意味かっていうとですね、これね、曲の進行なんですけど、こう、1番の A メロやって、B メロやって、こう、サビ行くじゃないですか。で、このブリッジパートっていうのをやって、で、またここでサビに戻るんですね。サビに戻ってきた後、一番最後にまたここ見てもらいたいんですけど、A の1。そしてここはまた戻ってくるんですけど、ここ最後に戻ってきた時は、ここのところが C で終わる。というようなことで、ここラスト C っていう風に書いてあります。はい。2回ここ出てきて、2回目の一番最後の時は C だよということでございます。はい。じゃあ、ここ移しとくんで、一時停止でメモってください。ね、はい、じゃあここですね、サビ、これからまあこうか、これ大丈夫か、今大丈夫だな、サビね、このサビのメロディーがめっちゃ難しいんですよ。これはね、なかなかサビのメロディー、見つけ見つけあって手繰りあって、早い上に音程の差がすごいんで、こうめちゃくちゃ歌難しいっす。ここはね、ちょっとね、裏声を使いたかったんですけど、裏声をちょっと使うとね、ちょっとやっぱ難しい。ちょっといろいろ練習してみてください。はい。で、ここがね、本当はここから、
2番が始まるんですけど、そこをちょっとね、練習用ショートカットでブリッジパートにこうジャンプしてます。はい、ここがまたすごく印象的なメロディーが出てきますけど、ここで唯一ちょっとコード変わります。今のシンプル簡単バージョンは Dm に置き換えたんですけど、本来ここは A シャープというコードがすごく気持ちがいいんで、かっこいいバージョンでこのコードを押さえていきたいと思います。で、さっき言ったようにここまで来たら、今度サビをもう一回繰り返す。サビっていうのはここですね。で、サビなんですけど、この4行あるうちの前半2行はちょっとこう優しく弾いて、シンプル簡単バージョンを伸ばす。かっこいいバージョンはここガスベージョンで弾きます。で、またこの2行で盛り上がって、で、最後また A の1。ここに戻るんですね。この A の1の1行目。で、さっき言ったように C で終わるよという、そんな構成になっております。はい、じゃあ出てくるコードを見ていきましょう。この赤く囲ってるやつはさっき言ったここで出てくる A シャープ。これ今ちょっとひとまず隠しておきます。はい、今映ってる6個のコード。C、Am、F、Dm、G7、E7。この6個はですね、もう入門コードですよ、ガズレレでは。めちゃ簡単コード。この6個だけでこの曲、今のシンプル簡単バージョンできちゃうんです。素晴らしいですね。この6個のコード解説しておきましょう。これはね、ガズレレではね、もう入門コードのグループ、これなんです。ドン。ガズレレ必須コードです。私がめちゃくちゃ皆さんの頭にスースー覚えられちゃう。ものすごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ここ10個のコード。覚えちゃってください。今日はそのうちの6個が出てきます。はい、そしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思う。その前にいつもねこのタイミングでちょっと皆さんにお伝えさせていただいているのはやっぱ歌ですね。この曲さっきも何回も言うようにもう音程のね低いところから高いところまでの音程の標高差がまずすごいっていうのと、あと言葉のタイミングですね。あと普通のメロディーのラインもやっぱりすごくなんていうのかな、ゆうりさんならではのすごく心地がいいんですけど、自分で歌うとなるとこれはびっくりするぐらいこう難易度が高いんですけど、やっぱそれを気持ちよく聞き込んでね、ムードでこう取り組むのがいいかなというふうに思います。サビのあのね、見つけ合って、たぐり合って、ここの1音だけ高いっていうのはすごくやっぱ難しいんでね、そうちょっと練習をしていこうかなというふうに思います。まあ、そういうことを歌をしっかりこう把握して、かっこいいバージョンの練習に入っていくのがいいかなと思います。じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンではコード1個追加。はい、A シャープです。さっきのブリッジパートのところで1箇所出てくるだけなんですけど、このコード、A シャープはこことこことこことここ、こういう押さえるんですけど、初心者の人はこうやってここ押さえてちょいちょいがいいかなと思うんですよね。こんな響き、はい、これちょっとどっちにしろ押さえづらいんですけど、慣れている人だと1フレットを制覇といてグッと押さえちゃって、これ見てここに穴が開いてこう握ってると押さえられませんよ。バレエとか制覇とか言いますけど、これを押さえてちょいちょいでもいいですね。 A シャープ、はい、この響きが出せるとすごくかっこいいですね。ブリッジパート、はい、ちょっと押さえづらいコードなんですけれども、ちょっと挑戦してみてください。で、あとやっぱりこの曲はね、やっぱり弾き方、今日は2つのリズムでいきたいと思います。今日出てくるリズム、こちらドン、ガスベジオと16ビートのチャ、こちらの2つのリズムでいきたいと思います。今映っている2つのリズムの解説、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードされております。ガスベジオっていうのはこう分散和音と言われるんだけど、ちょっとピアノっぽいイメージ、アルペジオよりちょっと迫力があって、ピアノのダン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 、こんなイメージに近いんですけど、ちょっと迫力が欲しいアルペジオみたいな時によく使うんですけど、まさにこれ、前半の始まりの部分と A メロかとか B メロと、途中でまた戻ってきたサビでもこのガスベジオを使っていこうと思います。これは難易度は弾くこと自体はそんな難しくはないんですけど、やっぱ感情を込めてリズムキープをしながら演奏するとなると、やっぱ慣れが必要だと思います。で、今日のメインのサビで使うリズムの16ビートのチャですけど、こっちはですね、難しいです。今日みたいにこう、ちょっとバラードタッチのゆったりしたのがまた難しくて、ちょっと演奏だけしてみると、サビでね、せーの、見つけて、感じがちょっと難しい。で、この16ビートのチャットのさっきの濃厚解説でも言ってますけど、力を入れてるとね、ガチャガチャになっちゃってね、スケール感はなんか悪いんですよね。もうゆったり気分で、体の力を抜いて、はい、しなやかにこう16ビートを奏でる。ガチャガチャね、忙しいイメージを持っちゃうとこれ大変なことになっちゃうんです。はい、ゆったり落ち着いたこの曲に合うような16ビートのチャ、意識してやってみるといいと思います。ひとまず16ビートのチャはね、難度高いんで練習あるのみだと思います。ゆっくりものにしていきましょう。そしてこの曲なんですけど、ほんと弾き方でこう使い分けているわけに、あとは伸ばすところとか止めるとかいうところはあるんですけど、特に決めとかもなくて、ほんとシンプル&ストレートに、歌が本当にこう中心にあるなという感じで、すごいそういうなんかイメージをすごく持ちました。なのでもう淡々とリズムキープをして、こうがっしりとリズム、こう歌の脇を固めるっていうようなイメージで、弾いていきましょう。体をやっぱり揺すってリズムキープするのが、大事だと思います。そしてね、まあもちろんのことなんですけども、歌詞の世界観とかその歌のメッセージをやっぱこう自分でこう自分なりにこうイメージを膨らませて、その映像を頭の中に浮かべながら
こうリズムに乗せてこの曲を歌っていく、こういうね音楽のあり方が最高かなと思いますんで、はい、やってみてください。それでは行きましょう。ユーリさんのベテルギウスガゼレー流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやこれ難しいですけどかっこよくてちょっと気持ちがいいですね。こうゆったりしたリズムに乗せてこう星空思い浮かべながら夜とかねいいかもしれません。それこそ今ね夜空綺麗な時期になりましたから、はい、じっくり取り組んで心込めて歌っていきましょう。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっていうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから。リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズペ
ページ、ホームページに載ってますんでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちから、もうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん、楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。